はい、西郡三丁目の、ね、交差点にある、以前ですね、昔、交番だったところに来ております。はい、青梅大祭の時は案内所として活動しておりました。はい、しかしながらですね、これ見てください。昨日ですね、こちら、詰め所警視庁の方とかね、おまわりさんいたんですけど、これダメですよね、これね、ゴミ溢れちゃってダメですよこれ。うん、この辺の指導もきっちりしないとダメですよね。それとね、新しく、防犯カメラがついている見守り自動販売機っていうのがね、新たに誕生したんですけども、これおそらくね、私もですね、今撮影されております、うん、このね、防犯カメラがね、これ自動販売機の中にあるみたいなんですよね。うん、ここにカメラがあるのかな、これカメラですね、おそらく、うん、これカメラです。はい、うん、おそらく魚眼レンズかなんかに多分なってると思うんですよね。うん、なるほどね、これが新しいですね、防犯カメラ作動中のですね、見守り自動販売機でございます。何を見守ってるのかよく分かりませんけれども、ゴミだらけでございます。はい、ゴミだらけでございます。もう残念な見守りですね。残念な見守りの、自動販売機でございます。はい、うん。